こんにちは、佐々木です。本日はメルカリアカウント停止されて解除されました。アカウント復活方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。メルカリアカウントを突然削除されたという話をよく聞きますので、メルカリアカウントの復活方法をお伝えします。メルカリでは同じ商品を繰り返し売ったり、同じ写真を何度も使用すると、メルカリの AI ロボットが感知してアカウント削除の対象となります。ぜひ注意してください。それではメルカリアカウントの復活方法をお伝えします。まずスマホですね。クレジットカード、銀行口座、電話番号、これ4点が絶対に必要になります。これが一つでも書けると、メルカリアカウント復活が失敗して再度やり直しになる確率は非常に高いです。すべて新品に変えてください。それではぜひ注意してみてください。名前や住所は変更しなくても大丈夫なので、ぜひ安心してください。それではよろしくお願いいたします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録し際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。